ははいこんにちは永田です iPhone ですね <laughs> あのちょっと前に、えー、iPhone2019 ですねまあその102になるのか11になるのかまあ12か ?11 か11になるのかとまあそこは置いといて iPhone2019。IPhone, まあ2019 と仮に読んでおきますけど、それの、えー、まあ、検証デザインみたいなものが出てきたよっていう話をしました。えー、三眼になって、で今の、えー、あカメラがある位置にまあ、ほぼ正方形ぐらいの、えー、フレームでまあ、どでかく、えー、三眼が配置され、まあ、同じようにフラッシュも長い。 いいよねっていうの、まあえー、SNS とかまあネットとかでも言われてるところで「まあ、いや俺もねあれダサいと思いますよ」っていう話をしましたけどもアップルとしてはまだ検証してる段階のもののまあ一例ですというところだとリークされてますよねで今回別版別設計の検証されてるという画像が出てきたと。 いうところですけどこの間は端に寄せてたカメラが新しく出てきたものでは真ん中にセンターに寄っているとで真ん中のレンズの周りにリング状に LED が配置されてるっていうものをやってます。まあ、いろんなパターンを 検証しててるっっいううことなんだったら思うんです、まあ、もちろんその別にアップルだけじゃなくて他のメーカーもそういうことはやるはずなんでね、うん、最初になんか 3D とかでこう組み上げた後に、えー、実際のまあ使い勝手もそうだし、まあ、いろんなその機能検証とかも含めてやるっていうところ、まあ、電波の、ね、こともそうですしやるっていうので、えー、検証モデルとして一旦組み上げるというふうになってるんだと思いますけども。 えっとーまあこれもハハいよね。ハ <laughs> ハと見あの一番最初にこうパッと見でこう頭に浮かんだのが LG みてえだなっていうふうに思ったのはあるんですよ。 LG のまあ最近のものとかまあ、ちょっと前のものも含めてなんですけどこういう感じで裏側のセンターに横にカメラを配置するっていうセンターに横にカメラを配置するっていう多眼式の端末をまあかっこ出してきてたりもするんで、まあ、他の。 中国メーカーとかももちろんやってるんですけど、特に俺の中で印象が強かったのが LG だったんですよね。でパッと見た時になんか LG みたいなことやってんなっていうふうに思ったんですが、とはいえでもまあ俺の中では LG の方がまだなんかまとまってるように見えてたなっていうふうに思います。まあ、えー、iPhone の場合は裏のバックパネルの、えー、色と、えー、カメラのまあフレームからその中にかけての、えー、色が そのコントラストが強すぎるんで差がね、うん、まあ余計にちょっとこう際立ってうん別物みたいに見えてしまうところからの、まあ、違和感が強いんだろうなっていうふうに思いますけどなかなか難しいですよねこの多眼式になってくるところで。 裏にどう配置していくのかっていうのは各メーカーもいろいろ試行錯誤をやったりしてるところはありますよね。ファーウェイなんかは中にラインを入れたりとか、あのー、光のね、えー、光あの反射する角度とかそういうのを計算してもう模様というかテクスチャーを入れてみたりとかっていうことをやったりしてますし、えー、他の中国メーカー含めてはあのー、グラデーションをかけてみたりとか。 まあ外の子供が騒がしいなというふうに思いますけども <laughs> 元気がいいなあの結構まあどんなものにまとまってくるか分かんないですけどまあ三眼式っていうのは結構濃厚なんですよねきっとねここまで立て続けに形状は違えと三眼が出てくるってことは三眼の画像が出てくるってことは。 まあその最上位機種が三眼なんだろうなっていうふうに思いますけども、まあ、そこで思ってるのは、まあ、今までも iPhone X もそうだし言ったら、あのー、iPhone6 とかん6 6S? デュアルレンズになったのってそれぐらいでしたよねから、まあ、まああとちょっともうちょっと前だなどうしても6とかだな6だね うん、iPhone6 から iPhone6 のデコカメラのところからもそうなんですけどまあそこからの D ラインに続き割とですねあのダダサめのデザインをしてくる傾向がここら辺アップルこの数年間やり続けてることですよね <laughs> なので俺の中で思うのはまあそのトリプルレンズでアップル史上初のトリプルレンズにしてきてまあ、たそのうーん なねまあ、AR なりヘルスなり、えー、さらに強化してきて、えー、今までのこの iPhone 市場で一番いいものを作るんだとは思うんですでそして発表するんだとは思うんですけどもそれでもあの今からその思うのはまあ割とダサめのものが出てくるんだろうなっていうふうに想像してはいます。<laughs> うん それがね、こここ数年ずっと思っととてるななんですよ。<laughs> なんかもう最近ちょっとこうニコニコして見てますねああまだこんなんやっちゃってんだっていうような感じで見てますけど <laughs> まああのー、今回その2例目検証2例目の、えー、検証機としてのその2例目のね画像が出てきたっていう話ですけどもおそらくこの後も まああとはそのほかにもねその例えばアップルファンの人とかが、えー、自分なりにちょっとこうデザインしてみた、えー、レンダリング画像とかねそういうものも出てくるんだろうなと思います割とそういうファンの人たちがやったものの方がかっこよかったりするんですけど今までのそのほかのアップル製品との統一性も考えられたデザインが出てきたりするってことがまあ通例としてね ありますよね毎回こう、えー、新しい iPhone の発表をされるまあ何ヶ月か前にそういう,こうファンの考えたレンダリングっていうのが出てきてお割とこれこのままやった方がいいんじゃないのかみたいな思うものが結構出てきたりするっていうのがあるんでまあ、そういうものも見ながらですね、えー、今年のアップルさん、えー の iphone っていうものはどういうものにしていくのかっていうのをね。楽しみに待ちたいなというふうに思います。はい、あの個人的にはそのセスで。ちょこっと出てたような。まあ、その他のメーカーのテレビとかに apple TV。 放、まあ、していいくとか、まあ、そういう流れですねソフトウェア的な流れなんかもちょっとこう気にはなってはいるので、えー、アップルの,そのもちろんそのヘルスとかその医療関係みたいなところにこう注力してたりとか、まあ、AR だったりとかっていう。 えー、とこもあるんですけど個人的な関心度としてはそういう,こうエンタメコンテンツを、えー、開放してってほ、まあ、他のメーカーのデバイスでも楽しめるようになっていくっていう方はの方が関心度が高いなっていうところですねあの実生活の中に影響するんで直で。あ 新しくそのソニーのブラビアで新しいのを買い替えようと思ってたけどあれであの楽しめるのかもしれないとかいろいろ考えられるようになってくるじゃないですか楽しみになってくるなっていうところがあるんで是非ともねそのアップルの方にはその、まあ、もちろんそ iPhone の販売台数が減ってったりとか、まあ、そういう,こう会社としてですね、えーまあ、若干こう焦ってる部分もあるかもしれないですけど、えー、そサービス面 での、まあ、大躍進というか、まあ、アップル的には革命みたいなあのー、で我々的には解放みたいな、えー、ちょっと面白いことをやってもらいたいなっていう期待で、えー、今年はアップルを見ていこうかなというふうに思います。はい,っていうところでそうだなあとこの間 <laughs> ごめんねつけたしです。 あの最近のアップル製品ってその部,門全部門を全部ひっくるめたアップルとしての統率が取れてないなってもう本当にこのしっちゃかめっちゃかになってる感が感じてて特にですねあのアップルの iPad プロの CM なんかを見てそうなんですけどふ、ね、今までこの、えー、シュッとなってる縁だったのをシュッとこうえー カクついたものに、ね、要は、えー、ギリギリまで攻めてすっきりさせましたみたいな印象を与えるような CG を使ったものをしてますよね新しい iPad の CM の一部のシーンで。で俺が思うに他の、えー、Mac とかで、まあ、もちろん iPhone もそうなんですけど全くデザイン的に。 それがアップル製品だとわからないような形にもうどんどん色そ,のそれぞれの製品がほもうそれぞれ別の方向を向いたなんかデザインラインに突入してきちゃってるのがすごく気になっているところでありましてそこをねまた今一度ねちょっと整えなきゃいけないんじゃないのクックさんっていうふうには思ってます。もう昔だと割と割そそれぞれぞのその まあ味も見,見た感じのラインっていうのが割とこう整ってたところはあったんですけどどん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 それぞれが別方向に走っちゃってるなっていうふうに思ったところがあるんで。 どうぞね、そのデバイスデザインのそれぞれをしっかりとですね、ちょっと統率していく方向にこう考えていただきたいなというふうに思っているところです。はい。ちょっと付け足しのお話でした。またね、えあのなんかいろいろこうお話が出てきて面白そうだなと思ったら動画にしようと思います。はい。ということで、また見てな。バイバイ。